コニーンは、ニセアルカロイドの一種であり、毒人参に含有される、神経毒。古代ギリシアでのソクラテスの処刑の際に用いられた、ことで有名。名前は、毒人参の学名に由来する。ニメチルピリジンとアセトアルデヒドを、摂氏250度で反応させたに、プロペニルピリジンをナトリウムとエタノールで還元して構成する。 人に対する致死量は60から1 5 0ラム、マウスでの l d 5 0は、傾向で1 0 0ログラムである。消化管からの吸収が早いために、症状は急速に起こり、中毒を起こしてから30分から1時間で死に至る。コニンを摂取すると、はじめは中枢神経興奮汗作用を示した後、中枢神経抑制作用を示す。その後、 運動神経の抹消から麻痺が進んでいく。症状は、悪心翁と及び、狡猾動向三大主則末端の麻痺系連呼吸筋麻痺による呼吸障害の順に進行する。なお、意識は最後まで正常に保たれたまま死に至るとされる。また、家畜に対し再帰形成を示し、妊娠初期の牛に毒人参やコニーンを与えると、死死関節や、 脊椎の湾曲機形の孔子が高確率で生まれる。早期に0.05%すぎンガン酸。カリウム水溶液で微洗浄。活性炭 20g を水に加え、見学させて内服。利尿剤による排出促進。塩類下剤の内服。人工呼吸による呼吸の管理。痙攣が生じた場合、ジアゼパムを患者に常駐または深く筋肉内注射。 古代イギリシャでは、罪人の処刑に、アヘンと毒人参を混ぜたものが用いられていた。ソクラテスの処刑には、毒人参が用いられたと言われ、その最後の様子は、デシュプラトンの著書、パイドンに詳しく記されている。しかし、一説には、ソクラテスの処刑に用いられたのは、毒人参ではなく毒ゼリの毒であったとも言われる。ありがとうございます。